僕はこう、クレハです。クッキングシミュレーターお菓子作り編、続きをプレイしていきたいと思います。ヘンゼルとグレーテル、卵の殻からスタートです。ちょっと、ここのゴミ拾いはまた今度にしよう。あれ?全部拾ったはずなのに。不思議なこともあるもんやね。よいしょ。はい、じゃあ今日もやっていきましょう。とりあえず、いろいろ焼いていきますか。よいしょ。とりあえずいろいろ焼いていきましょう。150度で4分50秒。150度で4分50秒。いってらっしゃい。キュロット焼きましょうか。キュロット焼きましょう。170度で4分。170度で4分。はい、いってらっしゃい。で、まだまだ残念なティラミスがあるので、これ使い切りましょう。はい。残念なティラミスはここ。170度で4分40秒。170度で4分40秒。いってらっしゃい。で、どうしようかな。焼きドーナツでも焼きますか。あ、違う。これってさ、ふと思ったんやけど、同じとこに2個は入れられへんのかな。あ、入れられないね。入れられないらしいです。1個しか入れられないらしいです。横着はするなということらしいです。150度で1分50秒。150度で1分50秒。なんかビップが来た。150度で1分50秒。はい。ちょっと待って、先にここもやっちゃおう。ストロベリーケーキ、3層で作ってみる?そしたら、2、4、6、3、1、2でいこうか。よいしょ。170度で2分。170度で2分。はい、いってらっしゃい。で、その間に、はい、ビップさんなんですか。よいしょ。メープルシロップケーキを32から80、レイヤー4、レイヤー4。はぁ、あ。レイヤー4。間違えた。メープルシロップケーキってさ、丸い焼き型がメインだけど、型の種類は特にないんやね。メープルシロップなくなっちゃうから作らなあかんね。ちょっと待って。4層で3280、8。10でいこうか、じゃあ。10ね。あ、焼く場所がない。焼く場所がないからまた後でにしましょう。はい。じゃあ今日の、お菓子です。オートミールのクッキーいきましょう。よいしょ。まず、バター200。よいしょ。バターが200。はい。黒砂糖が200。グラニュー糖が100。はい。バター200、黒砂糖200、グラニュー糖100。これをフックで混ぜます。フックで混ぜます。はい。あ、新しいのが出てきたね。ここに、バニラエッセンス5と、コーンシロップ15。コーンシロップ15。シロップだからこっちかな。コーン、あ、あった。コーンシロップ。15。よいしょ。
うい。置き場に困るな。置き場困るな。よいしょ。で、卵2個。あれ？よいしょ。卵2個。泡立て器で混ぜます。ね、これは後でまた使いますと。はい、これは後で使います。無漂白小麦粉を200、無漂白小麦粉を200、よいしょ。いいかな、200、いいですね。なんかまたビップが来たっぽい。シナモンを5、はい、ベーキングパウダーを5、お塩が2、フックで混ぜます。200、こっちかな。オート麦、あ、これか。オート麦200、はい、オート麦200、はい。で、さっき焼けた生地を入れて、はい。で、ふっで混ぜます。これでオートミールクッキーの生地ができたはず。どうだ、失敗してるな。考えられるのはグラニュー糖かな。グラニュー糖がこっちのグラニュー糖な可能性があるね。ちょっとまたリベンジしましょうか。丸いクッキーの焼き型に入れて焼きます。よいしょ。で、そうこうしてたらいろいろ焼き上がっているので、いろいろやっていきたいんですが、ビップの様子も見なかんね。よいしょ。先に調整だけしちゃいましょう。160度で1分20秒。160度で1分20秒。いってらっしゃい。160度で1分20秒。はい。ビップ君なんですか？よいしょ。よいしょ。はい。何でもいいよ、何でもいいよ。16から36、レイヤー層4、4層。長方形、デコレーション、赤ちゃん。はあ。はあ。はあしか言えなかった。ちょっといろいろ、いろいろやってんねんよ。チェリーパイ。チェリーパイだから。ドゥン。ドゥン。ドゥン。これはやっぱ6等分の方がクリーム的には良さそうだね。8等分だとちょっとクリームがひしめき合いそうだもんね。よいしょ。チェリーパイ。チェリーパイ。よいしょ。よし。よいしょ。埋もれてんよ。埋もれてんよ。
ちょっと投げないで。食べ物投げないで。粗末にしないで。これは単純に、あれですかね。クリーム塗りすぎ事件ですかね。クリームの上にそっと置いてくれないですかね。あの、ぐいぐい押し込まなくていいんで。よいしょ。はい、次行きましょう。はい、これは残念なティラミス。あ、その間に調整しちゃおう。よいしょ。150度で3分40秒。150度で3分40秒。はい、いってらっしゃい。これは美味しくなさそうな。これ、ここに置いてさ、もったいない。巻きチョコ。こう、くるくる回転する台以外で振りまけるの。あ、振りまけますね。今まで律儀に今まで律儀に台の上に置いてたけど意味がなかったってことですか。そうですか。学びを得た。なんかまたビッパーが来た気がする。ビッパー最近来るの多すぎん。はい、これなんだっけ。あ、これはあれですね、ストロベリーケーキ。ストロベリーケーキ 2.25。 ストロベリーケーキ 2.25。 はい、170度で2分。170度で2分。はい、これはキャロットケーキ。はい、んで、邪魔なものは先にどけて、そうだ、ビップ見ないとね。ビップさん何ですか。新しいのまた来たの。ブルーベリー1杯15から30、レイヤー3、フロスティング4、レイヤー3、3層ってことだよね。フロスティングが4。あ、色の数が4。4色作れと。今更気づいた。トーラス。トーラスってこれだよね。トーラスってこれだよね。これに、ブルーベリーパイ、これだね。15から30。レイヤー層3だから、最低5か。最低5か。はい。最低5か。8でいきましょうか。8でいきましょうか。160度で3分10秒。160度で3分10秒。3分10秒いってらっしゃい。で、何してたかっていうと、これだ。よいしょ。よいしょ。
よいしょ。回りすぎた。よいしょ。よいしょ。はい、まずい。よいしょ。はい、もう一個。はい。はーい、焼きドーナツ完成です。そうしてたら、美味しくなさそうなオートミールのクッキーができました。はい。オートミールのクッキーはそのまんまっぽいですね。そのまま出しちゃいましょう。あれ、はい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 、よし。で、そうこうしてたら、これが 2.25 で焼き上がりました。楕円の3つ欲しいな、そしたら。よし。これでストロベリーショートケーキ2分が完成する。楕円型2個買っとくか。楕円型。これだね。これで3層が一気に作れるから、やりやすいはず。で、これは、チョコレートなんやけど、メープルシロップ、メープルシロップ、メープルシロップ10ね。はい。メープルシロップ10。足りるかな？うわ、ギリギリ。ギリギリっていうか3層だっけ ?150 度で3分40秒。150度で3分40秒。はい、いってらっしゃい。で、なんかさっき、あ、気のせいか。音がした気がしたけど。これなんだっけ？あ、これブルーベリーパイだ。え、ブルーベリーパイ美味しくなさそう。これブルーベリー。8。けど170度3分20秒170度で3分20秒これ何も入ってない。あとは入ってないね。そしたらオートミールをリベンジしましょう。早速バター200に対してバターが切れた。バター200に対して黒砂糖が200。はい。で、グラニュー糖、こっちのグラニュー糖100入れてみましょう。グラニュー糖が2個。はい。200、200、100ですね。で、フックで混ぜます。フックで混ぜます。バニラエッセンスが同じとこに入れるだもんね。バニラエッセンス5と、はい。コーンシロップ。コーンシロップって本当にトウモロコシのシロップなのかな？はい。
ンシロップ15。はい。で、卵が200、2個。卵200。閉めとくか。よいしょ。これを泡立て器で混ぜる。よいしょ。これは後で使いますよと。これは後で使いますよと。で、無漂白小麦粉200。無漂白小麦粉200。いいですね。200ですね。に、シナモンが5。はい。ベーコンが5。はい。お塩が2。はい。これもフックで混ぜる。オート麦を200。はい。オート麦200いいですね。で、生地を入れて、はい。フックで混ぜる。さあ、どうだ。あ、そうですね。向こうですね。こっちのグラニュー糖は向こうでやるグラニュー糖。覚えた。これはもう使い切ってしまいたい。はい。あ、間違えた。160度で1分20秒。160度で1分20秒。160度で1分20秒。はい。いってらっしゃい。やっぱ層が間違ってるとダメだね。トーラス、ブルベリーパイ、はい。9で計算をして、1の9。170度3分20秒。170度3分20秒。よいしょ。いってらっしゃい。君は、メープルシロップ。メープルシロップは、これじゃないの。これか。レイヤー4。レイヤー4。メープルシロップ10。メープルシロップ作らないじゃん。ちょっと待って。ちょっと待って。先にこれ作っちゃおういちごはそのままいちご乗せるだけか。あ、あ、なんか落ちたな。なんか落ちた気がするな。
なんか落ちたなぁ。勝手に旅行かないで。よっしゃ、陣形を組んでおる。よいしょー。欲しくないオートミール、乗り切らんやん。オートミールよっこいしょ。これ全部乗るかな？あ、乗った。これ次回に回しましょう。よいしょ。んで、メープルシロップだ。メープルシロップ。メープルシロップケーキをちょっと追加しますよ。なんか数の制約はなさそうなんで、単純に倍作るか。卵600。卵が600。間違えた。で、泡立て器で混ぜる。よいしょ。倍です。倍です。バター400。黒砂糖400。バター400、黒砂糖400、ヘラで混ぜます。深鍋にメープルシロップを200。メープルシロップ200。ナッツのみじん切り、あ、こっちから使おうか。ちょっとどっちかわからなくなったな。ナッツのみじん切り、ナッツのみじん切りを100。はい。ナッツのみじん切り向こうでもよかったかもな。で、30秒、倍だから1分に行きたいとこだけど、とりあえず30秒茹でましょう。茹でる。はい。その間に、全乳200。全乳が200。はい。生姜20。はい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 。混ぜたものの火が通るまでやるか。ベーキングパウダーが220だ。はい、ベーキングパウダー。そこしてる間に。
ーキ用の小麦粉が500。はい。いいですね。で、混ぜたものを入れて、こぼれるかな。ちょっと怖いけど。よいしょ。はい。ヘラで混ぜる。こぼしてはなさそう。これでメープルシロップの生地ができたはず。これで失敗してたらナッツは違ったってことよね。OK。メープルシロップが、ちょっと待ってね。メープルシロップが10。メープルシロップって4層だから、もう1個か。OK。150度で3分40秒。150度で3分40秒。はい、いってらっしゃい。150度で3分40秒。はい、いってらっしゃい。そうこうしてる間に、ブルーベリーが焼き上がりました。このブルーベリーはちょっと、そのまま出しちゃいましょう。美味しくないけど。見た目がもう美味しくないけど。で、代わりに、よいしょ、夜行。170度で3分20秒。170度で3分20秒。いってらっしゃい。で、一番上、メープルシロップケーキ。今4層目焼いてます。これがまだやってないか。で、ブルーベリーパイはレイヤー3層。やってます。これだな。長方形。ローフワット。長方形の、今、中は持ってんのか。長方形の、あ、どっちや、こっちか。あれ？あと、あ、小しかないのか。中か小しかないのか。じゃあ、これでいいか。長方形は、7がマックス。だから5ぐらいでいきたいか。5ぐらいでいきましょうか、じゃあ。4層。5ぐらいでいきましょう。困った時のチョコレートでいこうか。え？ 4。 5の予定が4までしかいかへん。170度で2分20秒。170度で2分20秒。はい。そうだな。じゃあチョコレート作るから、ちょっとチョコレートを補充しときますか。割り切りが良さそうなものはないから3倍で作りましょう。はい。ダークチョコレート3倍600。とりあえず1分タイマーをつけるけど。で、ケーキ用の小麦粉600。
グラニュー糖250。このグラニュー糖は、ちょっと待ってね、メモを見返しますよ。ティラミスとマデイラじゃないからいいね。このグラニュー糖は、750。はい。ココアが150。はい。さあ、どうですか？提供の小麦粉3倍で600、グラニュー糖750、ココア150。お塩が6、はい、はい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 、もうすぐで終わるね。よいしょ、うん、いいね。ベーキングパウダーが3倍で15、で混ぜます。で、全乳600足りない。全乳が600、全乳が600、まず200、400、600で、ひまわりオイルが150、ひまわりオイルが150、間違えた、こっちだ。バニラエッセンスが15。よいしょ。バニラエッセンスが15。はい。で、卵が3個。卵が3個、そして溶かしたのを入れると、はい、よし。で、ヘラーで混ぜます。で、これでチョコファジの生地ができたはず。いいですね。 OK。やってたら調整が終わってるので、よいしょ。ブルーベリーがこれで3層目。ブルーベリー3層でいいんだよね。どれだ、ブルーベリー3層いいね。で、メープルシロップが一番上か。メープルシロップが4層。これで今3層目。これで4層目。4層。で、これチョコレートが、これ3層なはずで4ね。よいしょ。あ、ちょっと待って。よいしょ。4。あ、ちょっと、ちょっと。よいしょ。よいしょ。よいしょ。170度で2分20秒。170度で2分20秒。はい。で、VIP のを作っていきます。まず到着まで一番時間が早い、これメープルシロップ。
32から80、40なんでいいでしょう、サイズは。レイヤー4。デコレーションベテラン。デコレーションベテランってのが困るんですよ。余ったるそう、4層も作ったら。でもくるみとかを振りかけちゃうと、デコレーションできひんかったから、ちょっと待って。間違えた。よいしょ。クリームと果物とトッピングでやっていきたいと思います。とりあえず、よいしょ。あ、怖い怖い。割れないでね、絞り器さん。とりあえず、何が合うんだろう。何があるん、合うんだろうね。このままだとイチゴになってしまう。メープルシロップに、だから埋もれてんだって。学習能力ないなぁ。自分学習能力ないですね。ちょっと待って。よいしょ。何がいいかなバラでも置いとくか。こんだけやってさ、大失敗ですって言われたらさ、経費が経費がっていう話だよね。よいしょ。せめて材料費くださいみたいな。味は悪くないんで。ひどいなぁ。せめて切ってあげるか。2等分、ロフ4等分にさえもならないんですか。そうなんですか。切ったことにより乗らなくなってるってどういうことですか。こっち乗るんだ。まあ、いっか。美味しくなさそう。できました。できました。はい。これはそもそもレイヤー4層、レイヤー4層、はい、よいしょ。170度で2分20秒。170度で2分20秒。
で、ブルーベリーパイ。パイじゃない、ブルーベリーパイでいいのか。ブルーベリーパイは、ブルーベリーパイパイ。レイヤーさん、フロスティングの色が4色。デコレーションベテラン。色が4色ね。はい。じゃ、青と、ブルーベリー色ね。ピンクと。どうしようかなぁ。ちょっと待って。これで3色。4色目どうしようかな。一応、カスタムアイシング、緑、黄色とか入れてみる。ふい、ふい。はい。はい。はい。待って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 。4色だってとってもわかりづらい。ちょっともったいないですが。これ何入れた？ピンク入れたか。これでいいかな？ 4 色。4色？ 1、2、3、4色見えるね。見えるね。見えるよね。15から30。27。はい、いいですね、サイズは。よいしょ。レイヤーの数3層。フロスティングの色4色。で、トーラス型。デコレーションベテラン。ベテランって何？ベテランって何？教えて教えてよ、その仕組みを。アイシングの上に生クリームと頭おかしいやろ。困ったらとりあえずね、一応置いときゃいいんですよ。やばい、フロスティングとさ、生クリームの色が同じで、どこにクリーム塗ったかわからへんねんな。あ、側面にも置けるのこれ。初めて知った。この動画を始めてパート20いくつだと思いますが、初めて知りました。完成です。美味しくなさそう。美味しくなさそうだなぁ。なんだろうこれ。なんかどういうコンセプトかさえわからない。はい、で次に。よいしょ。これ縦に伸びすぎて嫌やな。あ、レイヤー数4だからもう一個いるわ。よいしょ。
170度で2分20秒。よいしょ。え、これどうすんの？これどうすんの？レイヤーの数4、長方形、デコレーションだけすればいいか。ね、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 じゃないよ。怖い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 。もう3の時点で嫌だもん。なんか横に倒したいもん、これ。まあ、いっか。じゃあ、ちょっと、お片付け先にしますか。自分のリアルの部屋はそんなに綺麗じゃないけど、こういうのは気になってしまう。よいしょ。奥。この中に入ってはなさそうですね。はい、でこのヘンゼルとグレーテル卵の殻を。なんで近い君が反応しないの？冷蔵庫前はいいんだっけ？こっちの冷蔵庫前は、まあ、きれいじゃないけど綺麗ですね。よいしょ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 。ここら辺はそんな汚れてないね。こっちか。この、卵を割ってしまった場所。よいしょ。はい、よっこいしょ。ああ、よっこいしょ。ちょっと、人によっては気持ち悪くなるかもしれない。申し訳ない。よし、こんなもんかな。よし。職場が綺麗っていい。職場が綺麗ってとっても嬉しい。はい。さあ行くぞ。はい。やだ。こんなの食べたくない。デコレーションは、赤ちゃん。赤ちゃん。赤ちゃん。赤ちゃん？赤ちゃん。赤さん。子供たちかな？あ、赤さん。赤さん。え？この2種類何の違いがあるんだろう？わからんけど、とりあえず、これ入れるか。赤さん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 。この赤さん何赤さん？赤さん。デコレーションの難易度。よいしょ。ああ、ドキドキする。ああ、ドキドキする。
どうやってこうやってんだろうね。この人。むっちゃ上から。むっちゃ上から。うん。ふんって。ふんって。いちご箱置いとくか。よし。ちょっと置けるか、怪しいとこあるか。あー、置けへんとこもあるか。ちゃうちゃう。強い。この子強い。君強いよ。君とても強いよ。ストロングだよ。はい、じゃああと12分しかないですが、ちょっと追加しますか。ザッハトルテまで作ったね。レーズンマフィン追加できるかな。バター200使いたいね。バター200だから倍でやりましょう。ペストリー用の小麦粉が400。ペストリー用の小麦粉が400。はい。倍だから黒砂糖が200。はい。バニラシュガーが100。125入った。入っちゃったね。まあ、いっか。シナモン10。失敗するかな。お塩が4。あ、あと1分で終わっちゃうから、ベーキング次回にしましょうか。あ、終わっちゃった。美味しくなさそうなオートミールクッキーが売れてゆく。うん、まあいいですね。349しかなかったけど、ちょっとマッチングしてないものがあるね。まあしゃあないでしょう。久々にマイナスやな。まあいっか。ということで、本日の営業はここまで。また次回のご来店をお待ちしております。バイバーイ。